タタールの首引き、またはモンゴルタタールの首引きとは13世紀前半に始まったモンゴルのルーシ信仰とそれに続くモンゴル人によるルーシ支配をロシア側から表現した用語である。現在のロシア人などの祖先であるルーシ人の2世紀半にわたるモンゴルタタールへの侵入を意味するロシア史上の概念である。タタールの規範と称することもある。 バトゥの生成アレクサンドルネフスキーノブゴロドコとして、北方十字軍を撃退し、タタールの首輝きの下で、ウラジミール大公となった人物。後に劣勢された。13世紀、分量制の時代に入っていたルーシは、東西からの二大勢力による厳しい挑戦を受けることとなった。この世紀の初頭には未だ、キリスト教以前の異教の信仰にどまっていた、バルト海沿岸地域に、 ドイツ騎士団をはじめとするカトリック教徒のドイツ人が、北方十字軍及び東方植民の活動を開始し、同じキリスト教徒ではあるが正教徒であった、ルーシの人々との間に衝突が起こるようになった。ドイツ人の信仰は、1240年と1242年の2度に、渡って、ノブゴロド公国の講師アレクサンドルネフスキーによって、阻まれ、その闘神はイストニアでとどまり、 カトリックによる北ルーシ信仰は失敗した。その一方で、ヨーロッパ大陸でも最も東に位置し、常に、チュルク系の遊牧民と接触していたルーシは、1223年、すでに、モンゴル帝国の最初の襲撃を受けていた。これは、初代皇帝、チンギスハーンの治世において、ホラズム遠征の一環として行われたもので、この時、モンゴル軍は南ルーシ諸行と、 南ロシア草原のトゥルク系遊牧民、キプチャクの連合軍に対象したが、征服は行わなかった。この時の遠征は、中央アジアを標的としたものであり、キプチャク草原やロシア方面の占領を目的とした遠征ではなかったため、モンゴル軍はすぐに東方に帰還したのである。モンゴルへの侵入を拒絶するリアザン港、アレクサンドル・モンゴル帝国、 第二代皇帝オ護デイは、1235年、帝国の首都カラコルムに、王公、貴族を招集して、クリル隊を開催し、西方への大遠征を決定した。チンギスハーンの長男、ジョチの裁量は、帝国の西に割り当てられていたので、西々軍の指揮官には、ジョチの次男バトゥが任じられた。1236年、バトゥ率いる大遠征軍は川や、 小宅の氷結する冬の到来を待って、東ヨーロッパへの大侵攻を開始し、ボルガ川中流域のボルガブルガールを征服した。モンゴル軍は続いてルーシへ侵攻し、1237年から1238年に、かけて、ギャザン、ウラジーミル、トベリ、コロムナなどを、次々と占領して、北東ルーシを征服、さらに1239年から1240年に、 かけては南ルーシに転身し、キエフルーシの首都キエフを攻略して破壊し、南、ルーシの多くの都市や農村を荒廃させた。モンゴル軍の征服は、北西に離れたノブゴロド公国を除くすべてのルーシに、及び、1240年までには、ルーシの住民ほとんどすべてがモンゴルへの服属を余儀なくされた。1241年、バトゥは、ハンガリー平原や、 現在のポーランドを侵略したところで、オゴデイシキの法を聞き、カスピ海北岸まで引き返してボルガ川下流に滞留した。この生成により、バトを課長とする女チ家の所領は、カザフ草原から国会沿岸低地に至る広大なキプチャク草原にまで拡大した。ルーシの人々は、キプチャク族など、トュルク経由牧民が自身よりも東方に本拠を置く。 モンゴル系遊牧民たちをタタルと呼び名表していたのに習い、ルーシを征服した彼ら東方遊牧民をタタールと呼んだ。ジョチ家の所領は、この後次第に緩やかな連邦へと傾斜していく、モンゴル帝国内で自らの自立性を強めていったため、キプチャクハン国とも呼ばれる。こうして、ノブゴロドを含む全ルーシは、モンゴル帝国の支配下に組み入れられ、 ルーシの人々はモンゴルへの効能を強制された。このモンゴル・タタールによる支配のことをロシア史ではタタールの首引きと呼んでいる。タタールの首引きはモスクワ大公国が1480年に効能を廃止した地域も相次いでモンゴルからの自立を果たすまでの200年以上にわたって続いた。ロシアはその後16世紀初め頃までに タタールの首輝きを完全に脱するが、その後もクリミア半島やボルガ川、流域、シベリアなど広範囲に広がるトゥルクモンゴル系の人々をタタールと呼んだ。やがて、ピョートル一世によって18世紀前半に創始されたロシア帝国は、この世紀の末までにはタタール諸民族居住域の大部分を支配下に置くこととなった。キエフ大公国分裂後の分量制時代にあっては、 ポロ別人とルーシ諸公との間は平穏なものとなっており、両者の間には婚姻関係も結ばれて、互いに親族となっていた。ポロ別の主張は、モンゴルの襲来を予見して政教に改修し、南、ルーシの諸公に対して援軍を要請した。南ルーシ諸公とポロ別の連合軍は、1223年、チンギスハーンの忠実な家臣でモ猛さと、 リオブカザで知られたスブタイとジェベによって指揮されたモンゴル軍戦艦隊に対しルーシュの領域外のカルカ川まで出征して挑んだが大敗を喫した。1238年モンゴル軍によって焼き払われたウラジーミルの生神女終身大聖堂セルゲイ・プロクジンゴルスキーによって1912年に撮影されたカラー写真。世界遺産。 ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群の一部となっている。1237年、ジョチのコバトゥが再び大軍を率いて、ルーシュを攻略、さらにヨーロッパへの大規模侵攻を開始した。これに対し、ルーシュの団結は整わず、この年の12月、リャザン公国が6日間の抵抗の後に陥落した。の一族は皆殺しにされ、 ロシア側の文献資料では、この時女性や子供、聖職者に至るまで生産な殺戮があったことを詳細に記している。また、ウラジーミルスーズダリ大公国、ノブゴロド公国、ハール・イチ・ボルイーニ大公国などルーシに拡挙していた諸国も交戦したが完敗した。1238年のウラジーミル大公国攻略の際、モンゴル軍は、 途中のモスクワで捕虜としたユーリー・フセボロドビチの橋を、ウラジミールの黄金門の外に立たせて攻め込んだ。ウラジーミル大公のユーリーは、この時ウラジーミルを脱出して北方に退却したが、彼の罰子は残殺され、ウラジーミルに残された彼の家族は生信条終身大聖堂に立てこもったが聖堂と共に、焼き殺された。北方へ脱出したユーリー・フセボロドビチは、同年中、 七花藩の戦いで、モンゴル軍に敗れ、そこで戦死している。なお、現在、生新女終身大聖堂の黄金門も大聖堂も復元されており、消失を免れた大聖堂の扉のみは、当時のものである。かくして、ドロシッチに囲まれた北端のノブゴロドを除く、全粒子が征服された。モンゴルの侵攻によって、粒子の多くの町が焼き払われた。 都市の再建は停滞し、ステップ地帯などでは、数百年にわたり、再建が進まなかった都市もある。1245年、モンゴル皇帝、グユクに越見するためローマからカラコルムに向かった、ローマ教皇インノケンティウス4世の使者プラノカルピニは、ゴー牢途中、ことキエフが、今や、骸骨の散乱する廃墟であり、わずか200世帯の寒村となってしまったことを記録している。 ボロネジの再建は16世紀に至ってのことであり、リャザンの再建は断念されて 55km も離れたペレスラブリの街に中心が移った。この生成については、ルー氏は殺戮により人口の約半分を失ったとする見解もあれば、コリン・マッケベリの推定のように、ルー氏の人口はモンゴル侵攻前の750万人から700万人に、 減ったとして、犠牲者の総数を約50万人とする見解もある。さらいより出土した宮殿の遺物1980年代の発掘調査で検出。陶器製タイルで色絵、モザイク、金メッキなどで装飾されている。モンゴル人は大生成の後も、ルーシュの地を去ることはなく、カラコルームを本拠とする大破案に従う一方、ほぼドナウガワイ島の広大な地域を支配した。 そして、ボルガ川ューアフトゥバ川の河岸に黄金の陣営を建て、ここに首都サライを築いて、キプチャク草原と粒シに対する支配を続けた。これがモンゴル帝国の西方を管轄するジョチュールスであり、この国をロシアでは金ノールだと称したところから、緊張勧告とも表記される。首都のサライは、最盛期には人口60万人に達したと推定され、 中世世界で最大級の大都市として繁栄した。ジョチケのウルスであったキプチャクハン国はラシードッティーン編纂の収士によればその東半分をバトゥの兄位オルダが統括し4人の弟を従えて弟と共に軍の左翼を指揮したのに対しバトゥはウルスの西半分と軍右翼を統括した。つまりハン国は 女チの二人の息子で二分されていたほか、他の兄弟もその中に、自らのウルスを保有していたということであり、その意味では、韓国は諸ウルスの連合体としての性格が濃かった。そのため、歴代のキプチャクハンは、女チ家の課長であったにもかかわらず、個々のウルスの長に対しては、必ずしも強力な統率力を行使できたわけでは、なかった。キプチャクハン国の中央権力機構は、 ベックリャリベクをリーダーとして、軍事指揮権、対外交渉権を持つ系列とビジールをリーダーとして、財政、徴税部門を管轄する系列とに二分されていたが、征服国家としての性格を反映して、前者の権威の方が高かった。そして、ベックリャリベクの下には、方面軍指揮官とでも言うべき4人のウルスベクがおり、その下に70人の長武肉、その下に、トゥイシャチ肉が配置されていた。 一方のビジールには、その下に主として、朝税を担当するダリューガが置かれた。チェルニゴフ公、ミハイルサライで、チンギス・ハーンの像への礼拝を拒んだため殺された人物。後に劣勢された。1243年、バトゥはサライに、ノブゴロド公やロズラフを呼び出し、ウラジーミル大公位を認めて、ルーシ諸公の長老としての地位を与えた。ウラジーミル大公位はもともと、 ウラジーミル・モノマフの子孫の最年長者に与えられる、爵位で、バトゥの生成の頃には名目化して、特別の実験を伴うものではなかったが、ハーンの助任令書を受けて助任されると、官令によって、自らの領地に加え、ウラジーミルとその周辺の領地を合わせ、ロシア諸公官の第一人者であることが認められて、さらに、ハーンとの交渉権が与えられた。ヤロスラフは、七川で死んだ。 ウラジーミル大公ユーリー2世の弟であった。兄の位を継承したヤロスラフであったが、1246年、第3代グリュクの大半即意式に赴いた先のカラコルムにて死去している。これについては、モンゴルによる毒殺だという記録が、同時代の資料に確認されている。1247年、ヤロスラフの子息たちがさらい、さらにはカラコルムに呼び出されたが、 三年間は帰国が許されなかった。兄のアレクサンドルは、キエフと全ルーシュの大公に、弟のアンドレイは、ウラジーミル大公に任じられた。これ以後、三百年近くにわたって、サライのハーンたちは、ルーシュ諸公を侵入させ、ウラジーミル大公国やルーシュ諸国の主張に、大公、公の称号を許し、公能を義務づけるという関係が続いた。ハーンは、 13世紀後半のモンケテムルの頃より、チャーリー、チェザールと呼ばれ、公家たちの上に君臨した。ノブゴロド公国、ハールイチ公国、スモレンスク公国、プスコフ公国など、ルーシ西部の諸国も含め、ルーシのすべての国がモンゴル帝国に従った。ノブゴロド公やロスラフの子でドイツとの戦争に生涯を捧げたアレクサンドルネフスキーも、また、 キプチャクハン国に対し強順の意を表した。なお、キエフ大公の称号を得た者の,のウラジーミル、大公くらいの得られなかったアレクサンドルは、この決定に不満を持ち、1252年に、さらいに赴いて、これを訴え、ウラジーミル大公への直居状を得た。一方のアンドレーは、バトゥと反目する大フン家の講演を受けた。このように、 キプチャクのハーンとカラコルムの大ハーンの確執は、ロシア諸行を巻き込んだ。キプチャクハン国の住民構成は、人種的に見れば、極めて多様であった。純然たる、モンゴル人はむしろ極めて少数であり、住民の大半は、中力系のポロベツ人、ボルガブルガール、バシキール人及びチェルケス人、東、スラブ人すなわチルシ人、 インオーゴー語系でペルシャ語に近いオセット語を話した、ヤース人、フィン・ウゴル系のブルタス族などである。韓国の中心をなすキプチャク草原に限って言えば、その圧倒的多数者は、ポロ別人であった。モンゴルの征服によって、ポロ別人はその新民となったが、両者はほぼ、同じ場所で、遊牧生活を送り、盛んに婚姻関係を結んだため婚結が進んで、互いに親族となっていった。 自らの存立基盤でもあるステップ地帯にあっては、モンゴル人支配層は直接統治を採用した。そのため、キプチャク草原における遊牧民の社会関係には大きな変化が生じた。ロシアの年代期は、モンゴル人の侵入以前には、ポロ別族の諸公の名を数十名も記載しているが、侵入以後には一名も言及していない。モンゴル人は、 ロシアの諸公やハンガリー王宛ての書状には、ポロ別を奴隷と書き記しており、また、自分たちの氏族や部族の英雄の像を制作するというポロ別の風習も13世紀から14世紀にかけて失われたものと考えられる。このことは、旧来のポロ別の支配層はその地位を失ったことを意味している。また、遊牧民の中には、 モンゴル支配層によって強制的に遊牧地を移動させられた事例も認められる。キプチャクハン国の支配層であった、モンゴル人たちはやがて言語的にはチュルク語化、宗教的にはイスラーム教化していった。15世紀にはキプチャクハン国は解体と再編成が進み、クリミア半島にクリミアハン国、ボルガ川中流域に火山ハン国、西シベリアに、 シビルハン国などが成立した。これらの地域では、かつてのモンゴル系支配者と土着のトゥルク系など多様な民族が混交し、今日、それぞれクリミアタタール、ボルガタタール、シベリアタタールと呼称される所属が形成されていった。タタールの中には、ロシアやルーマニアに移住して、キリスト教を受け入れて現地に同化するものも少なく、なかった。その中には、 ユスポフ家やカンテミール家など、後に有力な貴族領主となった家系もある。ジョチウルスの藩とルーシ諸国のモンゴルへの親中関係を示す用語がタタールの首引きである。この表現は、ルーシがモンゴル人の過酷な支配下にあったこと、そしてこの時代がロシア人にとっては不幸な時代であったことを含意することは明白である。それに対し、実際には、 征服事業の初期において、モンゴルに服従しない国家や都市に対して行った、殺戮行為や略奪行為を除けば、この用語から受ける、一般的な印象ほどには過酷な統治ではなかった、あるいは、抑圧的な体制ではなかったという指摘もある。例えば、モンゴル史研究の杉山正明は、ロシア人史家の語る、タタールの首引きはあまりにも、 愛国主義の影響を強く受けていることを批判している。そして、近年のクリウーザーは竹尾の一連の業績を評価して、13世紀当時の竜シュ年代記はもともと極めて数が少なく、なおかつ、モンゴル人による破壊、虐殺に関する序実もほとんどないこと、また、年代記の記述はむしろ時代が下るに従って、ルーシュの被害がどんどん増えていくことを指摘して、 後世のロシア年代記を無批判に受け入れる研究手法そのものを批判している。実際のところ、ジョジウルスのハーンは基本的にルーシ諸侯を排さず彼らを通じて統治した。そして、モンゴル支配の時期、ルーシ西部とヨーロッパとの交易はルーシと中央、アジアなどとの交易と同様、一定の割合で慎重を続けていた。ルーシが モンゴルの支配に服したことによって、ヨーロッパとアジアにまたがる強大な帝国の存在が保証する東西交易の恩恵は、ルーシの地にも及んだのである。また、数の上で少数派であった、モンゴル人たちの征服地への定住は、まばらなものであった。モンゴル人たちは、ステップ地帯については直接統治を行ったが、 低住農公民の住む征服地については直接支配を好まず多くの場合、先住農公民の主張を通しての間接統治を採用した。このことはその生活様式から影響を受けることによってモンゴル人が農耕民族化し軍事的に弱体化してしまうことを恐れたチンギスハーンの遺訓を子孫たちが牧手した現れと見ることも可能であるが、それにもまして、 モンゴル人たちが、ロシア国内の交易ルートやロシアからの、区税収入よりも、ボルガ側からクリミア半島を経由して、国海へ至る対象ルートと、ホラズム、ボルガブルガリア、クリミア、カフカース地方などからの経済的な収入の方を一層重視したためでもあった。実際、対象ルート沿線の諸地域に対しては、モンゴル人は直接統治を選択しているのであり、 このことについて、歴史学者の加藤一郎は、キプチャクハ国にとってのロシアの位置は、元帝国にとっての高来の位置に掃除すると指摘している。元の生息未来は、属国となった高来王に対し、人口調査に基づく具税の納入や、兵力の提供、ジャム地の設置を義務付け、監督官として、だるがちを置くことを命じているが、 キプチャクハン国もまた内属したルーシ諸国に対し、基本的にはクビライの対高来方針と同様の姿勢で望んでいる。このことは逆言すれば、ルーシの人々からすれば、十分な効能と軍役さえ果たせば、非支配民族ではあっても日々の生活をそれほど干渉されることはなく、従来通り、比較的自由に農耕や商業などの制御が続けられるということを意味した。 ジョチウルスのハーンは、ルーシ諸公が忠誠を誓い、納税と軍役の義務を負うと約束する限りは、ハーンの特別証書である、ジャルリュグを与えて、彼らの統治権や既得権益そのまま認めたのである。ただし、地位と身分が保障される代償として、ハーンの派遣したバスカクやチスレン肉の任務には、協力しなければならなかった。ルーシでは、チンギス・ハーンが中央アジアで行ったような、 懲戒として、灌漑施設を破壊し、反永久的に濃厚不可能とするような事態は生じなかった。ルーシと中央アジアとの交易路は整備され、モンゴル帝国による交易保護政策によって、東西貿易が活発化し、ルーシはここから利益も得ていた。北東、ルーシの諸侯は、南西、ルーシの諸侯に比すると、いわば本領安動を求めて、 自発的に征服者に対し標順の意を表した。このことについて、北東ルーシは徹底的な打撃を受けた南西ルーシとは異なり、ポーランドやハンガリーなど広報で対比できるような場所を持たなかったのに加え、風土的にも南西ルーシに比べ先制支配を受け入れやすい環境にあったという指摘がある。キプチャクハン国はルーシに対しては間接統治で望み、 決まった税金をさらに納めることや戦時に従軍することを義務付けたのみであったが、諸侯の任免の最終決定権は、ハーンの手に握られていたため、主として、領土の相続をめぐって相互に敵対する諸侯たちは、功能のため頻繁にさらに赴き、敵対者との紛争で不利な裁定をされたりしないように、宮廷やハーン周囲の実力者への付け届けをしなくては、ならなかった。納税や、 従軍の義務を怠れば、その懲罰として、大軍の侵攻を受け、たちまち権力を失う立場にあったことは明らかであり、ルーシ諸公が、韓国を訪れた事例は、韓国の成立直後から知られている。政治的忠誠と、軍事的方向を条件として、本領安堵するというヤルリク授与制度は、モンゴルの支配層にとって、対竜使統制の要だったのであり、 諸行のサライモーデとヤルリーク制度は、ルーシが韓国に服属していたことの紛れもない証拠であった。ただし、モンゴル人支配者は、全体としては、ルーシ社会における、好意継承の休館を可能な限りを問じたのであり、特殊な事情のない限りはそれに違反することはなかった。モンゴルタタールの支配が、一般に考えられているほどには過酷な性質のもので、なかったことは、 その宗教政策からも伺える。モンゴルによる征服戦争が、たとえ容赦のないものであったにしても、一旦、ルース支配が確立するや、非支配民族の心境に関しては寛容であり、むしろ応用とさえ言った良いものであった。モンゴル帝国の支配層は、天り信仰を主とするシャーマニズムを信じていたが、征服や支配に際して、しばしば発生する、強振性や、 宗教的情熱とは、およそ無縁であった。中東を征服した、モンゴル人やサライのジョチウルスの支配者たちは、イスラーム教や正教会を根絶しようとはせず、非征副民族の影響を受けて、自分たちがイスラームに改宗することはあっても、他宗教に対する、寛容さを保持した。若い時から、スウェーデン軍やドイツ騎士団という西からの脅威と、対決してきたアレクサンドル・ネフスキーが、 モンゴル支配を容認するという路線を採用したのも、モンゴル人が宗教上官用だったためである。ジョチウルスは、ルーシ人に対し、首都サライに、正教会の司教を置くことさえ認めていた。バトゥの長子で、ハーミーを継承したサルタクはネストリウス派の、キリスト教徒であったし、サルタクと対立してサル、タク指教後にハーンとなった、バトゥの弟ベルケはイスラームを報じた。 ジョチウルスの王族であった、ノガイもまた、東ローマ帝国の巫子と婚姻関係を結び、自分の娘をルーシュの主張に化するなど他の諸勢力との融和を図っている。近代ロシアの歴史家、特にソビエト連邦時代の歴史家やレフグミリョフラに影響を受けたソ連崩壊のネオユーラシア主義によって立つ、歴史家は、首引などなかった、モンゴルのロシア支配などなかったという仮説を、 提唱しているこの主張では、ルーシ諸国はむしろ、西方のドイツ騎士団など、ローマカトリック勢力からの、一層直接的な脅威にさらされていたと把握し、東方のモンゴル諸国とは防衛上の同盟を結んだものと解釈される。ロシア革命後に、チェコ、ついでアメリカが衆国に亡命したユーラシア主義者のジョージ、ベルナツキーによれば、分裂が進んだルーシはモンゴルから、 先制支配とそれを支える諸制度を学んだのであり、後のロシアツアー立国はむしろモンゴル帝国の後継国家としてユーラシアの支配に乗り出したと理解される。ただしこれに対して諸公分立から王の先制へという動きは全ヨーロッパ的な現象であり、必ずしもモンゴルの影響を必要としないという反論はあり得る。また反面では多くのロシア人が タタールのルーシ支配を首輝きと捉えてきたこともまた事実である。キプチャクハン国では、モンゴル帝国同様、宗教上の寛容が認められていたが、14世紀のウズベク藩の時代にはイスラームがハン国の公式の宗教となった。イスラームを受け入れなかったタタール人はルーシに流れ、公に使える者も,も現れた。その結果、タタール出自のロシア人の性が多数生まれた。 一方、モンゴル人は、ルーシ旧来の観光、習慣を重んじ、教会や修道院からは具税を徴収しなかったため、モンゴル支配下の正教会はむしろ勢力を拡大し、経済的にも、浮遊となって、ルーシの人々の精神生活に深く入り込み、寸断されたルーシの人々を結びつける役割を果たした。13世紀。 モンゴル人朝税艦バスカクがロシアの市場を訪れた光景を描いた絵画バスカクはタタールの首引きの象徴と言われる。さらに定住した後効能を受け取るだけの単なる貴族となったモンゴル人であったが、ジョチウルスに属する遊牧民がルーシの辺境にある限り、ルーシの人々は遊牧民の侵入や略奪から完全に免れることはできなかった。侵入は 実際には頻繁ではなかったものの、ひとたび侵入が起こると、おびただしい数の犠牲者が出て、土地は荒廃し、薬病や飢餓も蔓延した。ルーシ諸国は南方のステップからの遊牧民の襲撃に対する防衛のため国費の多くを咲かざるを得なかった。ルーシの人々は固定額の効能を付加された。当初モンゴルは全ての人や物の10分の1を要求したと言われるが、 これが文字通り実施されたかどうかは定かではない。キプチャクハン国の初期には、ルーシの各地にモンゴルの大官がやってきて人々から外産額を徴収しただけであったが、1257年、クビライの女性、北都がルーシ方面のダルガチに任命されている。ダルーガは担当区域での人口調査や徴兵、課税と徴税、駅伝制の確保、法の執行と、 秩序維持の任務に当たった。同年、ルーシでは人口調査が行われ、ノブゴロド周辺と教会関係者を除いて、10個、100個、1000個、1万個の行政単位に区分されて、納税者名簿に登録された。北戸や人口調査官が人口調査の任を終えて帰国した後、ルーシにはバスカクという官が置かれ、1259年頃からは、 人口調査に基づいて、功能学が定められた。バス核は、その実態についてよくわかっていないところも多いが、加藤一郎は、少数の主兵を率いた、諸公の活動の監督官と見ており、クルーザワ・タケオは、粒シ各地に駐留し、徴税、徴兵作業を監督して、治安維持を図った、地方官としている。ダルガチが、印を押すというモンゴル語を語源とするのに対し、 バスカクも、オス、アシスルを意味する、テュルク系の単語に由来しており、ダルーガとバスカクの職務権限は、ほぼ同じであると考える研究者が多い一方、ダルーガを、軍政官、バスカクを民政官として区別して考える研究者もいる。タタールの首機の象徴とも言えるバスカクは14世紀初めまでの年代記記事の中に多く確認され、その後はあまり言及されなくなる。 同じ頃、ルーシ諸行が自ら偶税を集めることが認められて、ようになってくるので、当該域にバスカクが廃止され、諸行がその職務を引き継いだのではないかと推論する立場がある。それに対し、1327年のトベリの対、多タール判断を契機として、あまりに抑圧的なバスカク制が廃止されたと見る、研究者もいて、意見の分かれるところである。いずれにせよ、 最終的に地元の公や大公に功能の権限が一任されたため、それ以後は、ルーシの大公公が自領民に対し重税を課すようになり、ルーシの民が、ジョチウルスの貴族や官僚に、直接会う機会はなくなった。この後の資料ではむしろ、ダルーガへの言及が多く確認されている。ダルーガ自身はサライなど半国内の都市にいて、ルーシ各地の統治にあたり、 時に死者を派遣して、ハーンの意志を伝達したものと思われる。モンゴル人はジャムチと呼ばれた駅伝制度をルーシの地に持ち込んだ。ジャムチの制度は、モンゴル帝国において、首都からコルムと地方とを結ぶ幹線道路の十里ごとに駅を設け、各駅にシャバや妊婦、宿舎、飲食物を提供し、管理や死者の護送や物資の輸送に利用した。 この仕組みを維持するために周辺の住民からは駅伝税を徴収したが、ジャムチの制度によって広大な地域を統制することが可能となった。この制度はルーシにも移植され、ロシア語ではヤムと呼ばれた。モンゴルのハーンの前に引き出されたミハイル・ヤロスラビチ公、モスクワのユーリーとライバル関係にあったミハイルはウズベクハーンにより処刑された。ルーシを 名目上支配してきたキエフ大公国、及びルーシに拡挙する諸公国に対するモンゴル侵入の影響は、決して一様ではなかった。キプチャクハン国の成立以後、ルーシにおける政治は、その重心を、南西、ルーシのキエフから北東、ルーシのウラジーミルへと移した。上実のように、ハン国成立後直ちにサライを訪れ、バトゥに復従の意思を示した。 ウラジーミル大公やロスラフは、ルーシュのすべての公の長として偶された。しかし、そのウラジーミルもまた、モンゴル軍の徹底的な破壊により、住民が死産しており、35年間も市況不在の状態が続いていたのである。キエフやウラジーミルのような従来の中心都市が、モンゴルによる破壊から立ち直ることがなかなかできなかったのに対し、 北に遠く離れた自由都市のノブゴロドのみは侵略を免れた。ヤロスラフもその長子、アレクサンドル・ネフスキーも大公としてウラジーミルに今日定めたが、その後継者たちは大公となってもウラジーミルには移らず、自らの世襲領国やノブゴロドにいることが多かった。しかし、モンゴル侵入によって、ルーシの諸国が崩壊した後の空白地帯であったトベリア・モスクワなどでは、 そこを本拠とした勢力が台頭し、やがて、ノブゴロドを圧迫するようになった。それが、トベリ大公国であり、モスクワ大公国であった。モスクワは、キエフルーシの時代には、名前も知られていなかった、北東、ルーシの小都市に過ぎなかった。そして、モンゴルのハーンによって、厳重に支配、管理されるようになった、ルーシ諸侯の中から、 モンゴルとの関係を巧妙に利用し権力を握っていったのが、ウラジーミル大公、アレクサンドルネフスキーと北東、ルーシの諸公国に分蜂されたその子孫たちであった。1263年、アレクサンドルネフスキーが死ぬと、弟のトベリ公、ヤロスラフが、ウラジミール大公院を継承し、彼の罰子、ダニールが、モスクワ公国を受け継いだ。ダニルはだったため当初は、 オジのやロスラフ三世の貢献を受けていたが、やがて両者は対抗意をめぐって対立するようになった。この対立は、それぞれのこの代に決定的となった。モスクワ公、ユーリー・ダニーロビチは、さらに2年間とどまり、ハーンと隕石関係を結んで、ウラジミール対抗意を認められたが、それまでの対抗で、トベリ公のミハイル・ヤロスラビチは、この決定に従わなかった。 ミハイルと交戦して、サライに逃げ帰ったユーリーは、ミハイルの反逆を、キプチャクハン国の第十代君主である、ウズベクハンに訴えた。ミハイルはサライに召喚されて処刑され、ユーリーは1318年に、ウラジーミルに入って、ウラジーミル大公ユーリー三世となったが、1325年、ミハイルの息子、ドミートリー・ミハイロビチによって殺された。 ドミートリーもまた父同様ウズベクハンにより、ハンの命令に従わなかったとして処刑された。カリターのあだ名が付けられたモスクワ大公イバン一世1672年の、チトゥラアルニタよりこの争いから抜け出したのは、ユーリー三世の弟のイバンであった。1327年、ウズベクハンが意図したバスカク制度復活に対し、トベリで民衆の暴動が起き、 トベリ公アレクサンドルが、ジョチウルスに対する反乱勢力に加わると、ウラジーミル大公位をめぐって、再び対立関係にあったトベリの最大のライバル、モスクワ公イヴァン一世は、モンゴルの側に回り、ウズベク藩と共に、トベリを破って、これを徹底的に破壊した。イヴァン一世は、トベリ公を追放させ、ウラジーミル大公位を獲得することに成功した。これ以後、 歴代のモスクワ港は、ウラジーミル大港を独占することが多くなり、モスクワ大港の称号で呼ばれるようになった。ルーシの国々の中でもモスクワが北部及び東部で勢力を強めることができたのは、南部、ルーシの大国がモンゴルによって徹底的に壊滅されてしまったことが要因の一つであり、また、モンゴルの側からすれば、モスクワが他国以上に多額の税を 韓国にもたらしたと考えられる。モスクワ公がこの時期左官にノブゴロドに介入し、ノブゴロド公の地位を兼ねることに力を入れていることも、この豊かな都市国家を支配下に収めることで具税の資金を得ようとしたものだと考えられるのである。イヴァン一世は、ハーンのために徴収した税の一部を着服して豊かになり、その財力で領地を買い集め、結婚政策や武力も用いて、 領土拡大に努めた。1326年、モスクワ大公イヴァン一世は、モスクワに、最初の石像の教会堂である、ウスペンスキー教会堂を建てた上で、コンスタンティノープル総主教にも働きかけ、全粒子の最高位聖職者で当時はウラジーミルにいた、キエフ不主教をモスクワに迎え入れた。そして、1328年には、モスクワに、 キエフ及び全ルーシの不主教を先座させることに成功したのである。これによってモスクワは精神的にもキエフに代わってルーシの中心地となっていった。モスクワ公国はモスクワ大公国と呼ばれるようになり、モスクワ大公はルーシ諸国を代表してその意思をジョチウルスに伝え、ルーシ諸国に対してはジョチウルスの意向を伝える立場になり、その権力はますます強化された。 モンゴルタタールの有望区民はしばしばルーシの各地方を襲って略奪を働いたが、モスクワ大公の支配する土地に対しては一定の敬意を払った。こうして、貴族やその部下たちは、比較的平和が保たれたモスクワ大公国に集中するようになり、ルーシ諸国もモスクワの庇護下に入ろうとする傾向が生じた。イヴァン一世は経済に力を入れ、 諸公国がハーンに収める税の納入を引き受けて、勢力を拡大し、カリターの異名を取った。豊かな財力に物を言わせ、政教世界における、モスクワの指導性を打ち立てた、彼は、貧者への施しもまた忘れなかったのである。第四代モスクワ大公、ドミートリー・ドンスコイのゾウイァン一世の孫、イヴァン二世の子にあたる人物。ママイと戦って勝利するが、 再びタタール勢力に従った。1359年より始まるイヴァン一世の孫のドミートリーの時代、モスクワ大公国は試練を迎えた。後に英雄史されるドミートリーは善良で知られるトベリ公ミハイル・アレクサンドロビチをモスクワに招き、牢に投じて服従を共用した。それに対し、かろじてトベリに帰還したミハイルは妹の夫でリトアニア大公国の大公。 オリゲルドと名約を結んでモスクワを攻めようとした。当時、リットアニアはキエフやスモレンスクも領土に加えた大国となっていた。オリゲルドは極めて野心的で年代記によれば悪賢い、狡猾な時計容される人物である。彼は弟と共にしばしばドイツ騎士団を破ってその闘身を阻む一方、自らも南東方向に進出して、 モンゴル勢力の駆逐に努めた。オリゲルド陣営につけば、モンゴル支配から脱出することができると考えた人々は、リトアニアに降った。こうした情勢に乗じ、オリゲルドは全ロシアの派遣をもくろんだのである。オリゲルドに粗相化された、トベリコーは、1368年、1370年、1372年と3度に、渡って、モスクワを攻めたが、 モスクワ側があらかじめ城壁を石像にしていたこともあって、いずれも不守備に終わった。この対立には、依然として、キプチャクハン国の介入が双方から求められた。トベリコーミハイルとモスクワコードミートリーは、交互に、ウラジーミル対抗位に就任することを認められたが、双方ともこれを明文として、相手を蹴落とそうとしたのである。 最終的には1375年にドミートリーは大軍を動かしてミハイルを屈服させ、ついには役を結んだ。トベリ公はモスクワ公の優位を認め、タタール軍と戦闘状態に入った時には共同作戦を行うことで合意した。こうしてルーシは結束して、タタール軍に対するという方向がようやく見えてきたのである。一方のキプチャクハン国は1357年に、 ベルディベクが父殺しによって範囲を奪取した後、反対派への粛清から始まる果てしない混乱の時期にあった。多年にわたる内紛のために統一は損なわれ、対等するモスクワ公国の発展を抑えることはできなくなっていたのである。ベルディベク死去後のジョチウルスはさらに混迷の度を加え、この時期にはママイとトクタミシュの二人が反国の主導権争いを続けていた。 トクタビシュが1370年にサマルカンドにムスリム王朝を開いたティムールに助力を求めたのに、対しママイの方はルーシーへの影響力拡大によって、これに対抗しようとした。ママイはリャザンやニジニーノブゴロドを従属させ、リトアニア大公やガイロからの火星の約束を取り付けて、弱体化した権力の再建を図って、モスクワ遠征を企てた。 ママイ軍にはタタールばかりではなく、北カフカスの諸民族やクリミア半島で集めた傭兵隊も加わり、総兵員は20万人を数えた。1380年、ドン川流域で戦闘が起こり、ドミートリー率いるモスクワ大公国軍は、ママイ率いるジョチウルス系政権を呼び、リトアニアなどの連合軍を破り、タタールの首輝きからの脱却の第一歩を踏み出した。これが、 史上名高いクリコボの戦いであり、ドミートリーがドンスコイと継承されるのもこの辞席に基づいている。この戦いでモスクワの権威は高まったが、ジョチウルスを再統一したトクタミシュの攻撃によって、ドミートリー・ドンスコイは再度ジョチウルスに侵入した。モスクワ大公国がジョチウルスへの効能をやめるのは1480年の ウグラカ藩の退治で、イヴァン三世が大オルダのアフマド藩の軍勢を、ウグラ側から撤退させて、以後のことであった。ジョチウルスは分裂したが、その末裔となった国家には、カザン藩国、アストラハン藩国、クリミア藩国、シビル藩国、ノガイオルダなどがある。しかしすべて、モスクワ大公国から発展した、ロシアツァーリ国、あるいはその後のロシア帝国によって敗滅させられた。 ロシア史においては、モンゴルがキエフルーシを滅ぼさなかったとしたら、後世モスクワ大公国がロシア帝国として対等することもなかっただろうという話題がしばしば提起される。モスクワの発展は上述したように、モンゴルの権力と強く結びついてのことであった。そして、モンゴルによる侵入は、当初大規模な殺戮をもたらした可能性があるものの、長期的に見ればその後のルシにおける、 諸民族の形成に大きな影響を与えた。中でも、東、スラブ人はモンゴル侵攻後の各地方で異なる道を歩み、ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人という異なる民族が形作られたと指摘されている。タタール由来の性を持つボリス・ゴルノフ・プーシキンの刺激や、ムソルグスキーのオペラで有名であるモンゴル支配が、 ルーシ社会に与えた長期的影響については、これまで多くの歴史家が様々に議論してきた。古くからロシアでは、モンゴル支配の悪影響として、モンゴルが、キエフルーシの伝統を断絶させ、古代から中世にかけてのルーシの民族的一体性を崩壊させて、ロシアやウクライナなどを分立させ、あるいはまた東洋的専制主義の概念をルーシにもたらしたなどとして、 これを批判してきた。しかし、キエフルーシは、モンゴル侵攻以前の段階において、すでに、文化的にも、民族的にも一体の存在ではなかった。キエフルーシはすでに分裂を始めており、見方を変えれば、モンゴルのキエフルーシ征服はすでに進行していた、分裂を単に加速させたに過ぎないということができる。そして一方では、モンゴルによる支配が、モスクワ大公国の勃興や、 その後のロシアの国家体制の整備にも強い影響を与えたとも指摘されている。モスクワ大公国は貴族の封建的改造制度であるモンチ制度を受け継ぎ、広い国土に命令や通信を行き渡らせる駅伝制、人口調査、財政制度、軍事組織などをモンゴル帝国の支配システムから引き継いだ。これまで多くの歴史家がモンゴルによる粒シ支配が ロシア史を特徴づける西洋と東洋の狭間という性格が形作られる要因になったと指摘してきた。200年以上に及ぶモンゴルの支配はロシアに東洋的な要素を注入することとなり西ヨーロッパではロシア人の皮を剥ぐとタルタル人が出てくるという理念があるほどである。またモンゴル支配の影響でルーシはヨーロッパの伝統から離れてしまい その後の西ヨーロッパで起こった大きな政治的、社会的、経済的な諸改革や科学の発展から取り残されたという意識が生まれた。そこにあるのは遅れた国ロシア、後進国ロシアの現況になったというマイナス評価と結びついた見方である。言い換えれば西洋からの隔絶によってロシアはルネサンスや宗教改革から何ら影響を受けず、 さらにその後の中産階級の形成にも失敗したのはタタールの首引きのせいだと考えられてきたのである。しかし、モンゴルのルーシ支配の時期、ルーシとモンゴルの支配階級の間では人的、文化的交流が盛んに行われた。タタール出事のロシア人の姓は、アクサーコフ、アラクチェーエフ、アルセーニエフ、ブルガーコフ、ゴーゴリ、ゴルチャコフ、ゴルノフ、ジャルジャービン、 カラム人、コルサコフ、ストロガーノフ、タチシチェフ、トレチャコフ、トゥルゲーネフ、ウルーソフ、チャダーエフ、シュレメーチェフ、ユスーポフ、バフメテフなど多数に及んでおり、いずれも代表的なロシア人のせいである。これらは、韓国のイスラーム化にこうしてルーシに流れてきた、タタール人に起源を有するものが少なくない。また、 1450年頃のモスクワ大公バシーリー2世の宮廷では、大公のタタール人やその言語に対する愛好から、タタール語の流行が起こり、貴族の中にタタール風の性をつける者が現れたことにも起因している。後世、ボヤールと言われたロシアの大貴族には、その祖先をモンゴル人やタタール人に遡る家系も多く、加盟にモンゴルタタールの名残が確認されることも多い。 17世紀のロシア貴族に関する調査では、ロシアの全貴族の15%以上がタタール他東洋に由来する地筋であった。その他、歴代のロシア正教会の聖職者にも、キリスト教に改修したモンゴルタタール系の人物が多数確認されている。また、現代のロシア語には、タタール語などのトゥルク諸語やモンゴル語から多くの単語、 特に財政や金融に関わる単語が流入している。税などがこれに当たる。中国を意味するも、モンゴル語から取り入れられた。法の分野では、モンゴルの影響により、キエフルー市の時代には奴隷にしか適用されなかった、死刑が広く執行されるようになり、犯罪捜査でも拷問が用いられるようになったと言われる。モンゴルにより、モスクワ大公国に導入された刑としては、 裏切り者に対する残首や盗人に対する夜勤がある。ただし、同時期の西ヨーロッパにおける刑罰、懲罰は、モンゴルやロシアよりも、むしろ過酷なものであった。社会制度の上では、常実の政治的忠誠と軍事的方向を条件として、本領安堵するというヤルリク授与制度は、韓国のルーシ諸高等生のいわば骨格となるものであったが、それは、 主君と重心の総務的契約と互いの誠実義務に基づいた西欧封権社会における温帯地制度とは異なる制度をロシアにもたらした。モスクワ国家が採用したポメースチエッセイはヤルリーク需要制度から大きな影響を受けて成立したものと考えられる。キプチャクハン国はルーシで人口調査を行い、それに基づいて課税と徴兵を行ったが、西ヨーロッパでは 王権はそのような施策を講じることができなかった。それに対し、モスクワ国家の太公やツアーリの権力は、モンゴル人が行った人口調査に基づく徴税と徴兵という方策を踏襲し、それを介して西欧諸国の王権よりも確固たる住民統制が可能となった。ピョートル大帝以後のロシア帝国が西岡政策を推進し、あるいは ヨーロッパ諸国に並び立つ国として、強大化していったのも、反面では、こうした、住民統制が基礎となっていたのである。さらに、モンゴル帝国の駅伝制はロシアに移植されて、ヤムと呼ばれた。ロシアで今日でも、郵便配達人を、ヤム市地区と呼ぶのは、その名残である。ヤムの制度が、モスクワ大公国で広大な地方と中央と。 結合する国内通信制度として整備されるようになったのは15世紀末のイヴァン3世の時代であり、16世紀末のイヴァン4世の時代まで急速に整えられた。モスクワ国家がモデルとしたのはモンゴル帝国のそれであり、当時のヨーロッパ諸国においては最良の国内通信制度であった。当時ロシアを訪れた外国人はロシアの液電性の安全さや 旅行のスピードの速さを称賛している。後世ロシア史では、モンゴルによる支配は、タタールの首引きと表現され、現在でも、この表現は広く流布している。これは、モンゴル軍がヨーロッパに与えた、恐怖のゆえに、モンゴル帝国の一部に組み込まれた、タタール人に着目し、ギリシャ語のタルタロスという言葉にかけて、その連想から、モンゴル人を総体として、タタール、 たるたると故障したことで定着したものである。しかし、モンゴル支配のロシア史に及ぼした影響は、常実のように広く深く、そしてまた社会的、文化的な意味合いを強く持っているのであり、こうした点を考慮するならば、この言葉は、モンゴル支配の内実と影響について、必ずしも適切に表現し尽くしたものとは言えない。なお、杉山正明は、 上述したアレクサンドルネフスキーの英雄的な物語とタタールの首引きという図式は二律背反していると指摘している。そして事実はそのどちらでもなかったとし、アレクサンドルネフスキーを有名たらしめた二つの戦闘は実際にはあったかなかったかわからない程度のものであったと指摘している。野心家であったアレクサンドルは自分のおじや弟を追い落とし、 モンゴルの力で太閤の位を認められたのであり、さらに、ルーシ諸公の朝整や効能を取りまとめて、モンゴル側に送った人物の最初となった、いわば、自ら進んで、モンゴルの代理人となったのである。これについて、杉山は、実著の中で、イギリスのロシア史や、ジョン・フェンネルの、いわゆるタタルの首引きは、バトのロシア侵攻に始まったのではなく、むしろアレクサンドルが、 自分の兄弟を裏切った時から始まったという言葉を引用してフェンネルの考えに賛意を示している。杉山によれば、モンゴルと粒子はともかくも200年以上にわたってロシアの地で共存していたのであり、それはもはや一つのシステムと化していたのである。ありがとうございます。